トラリーはアイルランド南西部の町。ケリー県の県庁所在地である。ディングル半島の付け根の北側に位置する。郊外を含めた人口は県内最大の22,744人。ドミニク街トラリー湾の奥の商宅地に位置するトラリーはスリーブミッシュ山地を越す街道の宿場町であった。道沿いには エジプトのファラオの娘の埋葬地とされる、スコシアの墓という巨石がある。市街は13世紀、アングロ・ノルマン人によって建設され、デズモンド博の根城になった。今も中世の城やドミニコ界の修道院が残るが、市街は、エリザベス女王にこうするデズモンドの乱差中の1580年に、消失。1587年に、エドワード・デ・ニー教の所領となり、 1613年に王室から町と認可された。エドワード教は歴代のデズモンド博が住まった居城に入城し、デニー家で初めてトラリーに居を定めた。息子のアーサーデニーの代には、ジェームズ一世から直教を賜り、議会に2名の大義士を送り込めるようになった。初代と同盟の3代、エドワード卿はロイヤリストで、1641年の戦争に、 王党派として参加、クロムウェルの勝利が、目標に迫った1646年に亡くなった。その息子のアーサーは、西、ケリーの大建物で、トラリーの領有を主張していた、リチャード・ボイルの孫、エレン・バリーと結ばれた。第四大バロンのエドワード・デニー・リッは、ジャガイモ・基金の際、小作量を釣り上げる地主らを尻目に、それを据え置き通したプリマス・ブレザレンとして名高い。 1798年のアイルランド大反乱を記念するアルバート・パワー作の槍兵像がデニー外に立っている。トラリー裁判所はリチャード・モリー・ソン教の設計で1835年に建てられた。クリミア戦争とインドの大反乱に従軍したケリー出身者を悼む2門の大砲がある。デニー外の外れにあるアッシュ記念会館は 1916年のイースター放棄を導いた民兵の首領、トマス・ワッシュを記念し、建てられた。地元の砂岩で作られた館内には、ケリー県博物館とかつての街並みの再現がある。トラリー裁判所ワッシュ記念会館、トミニコ海精神協会は、ゴシックリバイバル建築で知られるオーガスタス・ウェルビー、ノースモア・ピュージンの設計で、19世紀に建てられた。 1919年から1923年までの独立戦争とアイルランド内戦の間、トラリーは甚大な被害をこむった。1920年11月には、王立アイルランド警察隊の二人の隊員を拉致、殺害したアイルランド共和軍への報復として、ブラックタンズに包囲された。タンズは、地元の経済を麻痺させ、一週間の間、 食料供給を閉ざした。さらに数軒の家屋を焼き払い、市民3人を銃殺した。市内すべての産業に IRA とのコネがあると主張した。気が寸前の状態にトラリーは頻しているなどと新聞が書き立てたため、この件は国際的に激しい非難を受けた。1922年8月には近くのフェニットにアイルランド自由国軍が上陸。 反 AI 条約派の兵からトラリーを攻略した。この局地的戦闘により、条約派で9人、反条約派で3人の兵が倒れた。共和派はなおも周辺地域でゲリラ戦を展開した。翌年3月に郊外の刑務所から IRA のメンバーが自由国軍の支援で脱走し、バリー CD 郊外で地雷を爆破する残虐行為を働いた。 町議会の定数は12名である。ブレンナービル風車トラリー小修道員町の観光収入は過去数年間で5500万ユーロ余りに上り、毎年8月にはトラリーバラ祭りが開かれる。以下、町内の主な観光施設を挙げる。トラリーをはじめとする県内にはこの他にも相当数の高校遺跡があり、 ケリー県開発計画2009から15にもリストアップされた。地域市ケリーマンとケリーズアイの2市が刊行されている。ラジオケリーは1990年に放送を開始した。1798年の反乱を記念した、ヤリー平像、バス、エーランのターミナルから、ダブリン、リムリック、ゴールウェイ。 コーク、キラーニー、リングルに定期便が出ている。国鉄のイルンロードエールンが、キラーニー、コーク及びダブリン方面に運行している。トラリー駅は1859年7月18日に開業した。ファランフォアのケリー空港からダブリン、ロンドンルートン、ロンドンスタンステッド、フランクフルトハーンの各空港に定期便が就航している。近年は、 アリカンテやファロ、マンチェスター線も就航した。市外の西1 0トルに17000トン級の船舶まで接岸できるフェニット港がある。学校の管理運営は国内のほとんどの地域と同じく地元の教会が担うが、あらゆる宗派の生徒が学ぶトラリー教学校は例外である。ゲールホラウィステヒアライを除く中等学校では、 カトリックの教義に基づいて教育がなされる。ありがとうございます。